高難度教習攻略やっていきましょう。はい、ともです。こんばんは。本日はチャナ君の高難度教習攻略やっていきたいと思います。大空中ローリングスパイクの S が取れるやつですね。まずは早速レギュレーション見ていきましょう。高浮きシュートで2点奪い勝利しろ。で、参加条件はないので、まあ、いろんなキャラクター使える可能性ありますね。チムスキが無効、全日本過去ライジング3選手のパラメータープラス 80% という形になってます。なので、まあ、今回の反町くんとか石崎くんとか、まあ、この辺がパワーアップするよと。そしてランク S30A50B50C40 と。でさらにデコボコで 60% ダウンという形のステージになってますね。一応みんなのクリア選手見ていきましょう。1位に来てるのはイダルゴくん、そしてビクトリーのヒューガ、反町、ミサキで、若島津、そしてサンターナとかももろもろ来てますね。まあ一応この箱のヒューガとかでも、まあ、入るみたいですね。まあやっぱり一番やりやすいのはイダルゴくんかなという印象です、僕としても。まあ持ってる方が多いでしょうし、まあ、あとは高浮きが最初からついてるっていうことで移植する必要もなかったりすると、まあ、いうところなので、この辺は非常にいいんじゃないかなと思います。あとはビクトリーノですよね。まあ、こちら持ってれば絆もブーストできて、で、デコボコ耐性ついてますので、非常にやりやすいかなと思います。まあ、ヒューガ君とかソリマチ君もデコボコですね。で、ミサキ君とかはデコボコ耐性ないんですけれども、ライジングさんのブーストで高浮き打ってあげれば、まあ、一応入るということなんでしょうね。はい。それではステージの特徴を見ていきましょう。はい。ステージの特徴としては、まあ、デコボコがかなり、たくさん覆ってますよという感じになってますね。でキーパーに関してはシュートキラーなので地上シュートは入らないというところと、必殺技威力アップで 30%、まあ、これも加味して抜けるシューターはどんぐらいの条件なのかというところですね。であとは他に特に何か特殊なものっていうのがついてないですので、まあ、そんなに気にせず、はい、やればいいのかなというようなステージです。前出たコンサワットの高難度とか、まあ、そういうのと比べるとだいぶ難易度的には低いかなというふうには感じました。それでは早速数値見ていきましょう。はい、今回のキーパーの数値がこのような形になっております。キャッチの値は 23,800、 そして281威力で 30% アップすると 87,000 といったような数字になってます。まずはイダルゴくん見ていきましょう。イダルゴくんがやはり一番抜きやすいかなと、まあ、数値的に一番高いですね。まあ、例えばバフ 40% の中にイダルゴくん突っ込んでいきましたという形で言えば、高浮き威力335威力ですね。こちらゴールキーパー届いた際は 83,900 というような数字が出てます。なので、まあ、マイナス1万というか、まあ、4000差ぐらいしかないですので、まあ、これは十分属性も有利ですから入るんじゃないかなというふうには思います。でまあ、続きましてサンターナぐらいのところも見ておきましょう。サンターナをバフ40のところに突っ込みましたというところで考えてます。で、まあ、不屈がなかった場合74000という数字、まあ、ちょっとここまで離れちゃうと厳しいのかなという印象ですね。で、不屈が乗れば82700なんで、これは入る可能性は全然あるかなと思います。で、箱のヒューガというところで見ていくと、まあ、例えばオーバーヘッドタイガーをつけた場合、まあ、もしくはジャンピングライジュシュートとかね、つけれる方であればジャンピングライジュシュートをつければマッチアップ勝利が乗ると81000なので、これは十分入ってくるかなと思います。で、オーバーヘッドタイガーとかで抜こうとすると75000なので、バフ 40% でもちょっと厳しいのかなといったような印象ですね。なので、まあ、ジャンピングライジュを積んだ箱ヒューガっていうところで、まあ、高い絆に突っ込んであげれば、これは全然入る可能性はあるんじゃないかなっていうような数字になってます。まあ、ただキーパー 87,000 っていうところで、まあ、全て今イダルゴくんも 83,900 っていうところだったんで、まあ、超えてきてはいないですよね。なので、まあ、入るか、まあ、属性有利なんで結構入ることの方が多いかなっていう印象ではあったんですけども、入らないことも、まあ、出てきてしまうような数値かなというところで、まあ、より確実にっていうところを考えると、やはりデバフかなというふうには思います。で、例えばコンサワット、まあ、こちらのキーパーの値にデバフを 20% ぐらい、はい、乗っけてあげますと 69,000 という数字が出てきます。まあ、69,000 という相手の数字であれば、こっちのバフがですね 20% 程度でも、イダルゴ君は 73,000 なので超えてくるというような感じになりますね。で、サンターナも同様です。サンターナに関してもバフが 20% ぐらいだったとしても 64,000、 不屈なしでも 64,000 なので、 5,000 差ぐらいのところまで来れてますね。なので十分入りそう。で、不屈が乗れば超えてくるというところで、非常にこのサンタナでもクリアできるんじゃないかなというような印象です。箱ヒューガに関してもバフが 20% 程度だったとしても、ジャンピングライジュシュートで超えてきてる値。
で、オーバーヘッドタイガーだった場合はもうちょっとバフ盛りたいなというようなところです。まあ、バフ 30% のデバフ 20% ぐらいまでいけると7万っていう数字が出てきますので、まあ、これは十分抜いてくるんじゃないかなというふうには思います。まあ、ただバフ 20% でオーバーヘッドタイガーを使ったとしても6万6000っていう数字なので、まあ、4000差、3000差っていうところですよね。なので抜いてくる可能性は十分あるかなと思います。まあ、なので、まあ、一番、まあ、この中でシュート値が高かったのはイダルゴ君というところと、まあ、あとは封印しますので相手のディフェンダーとマッチしたとしても全然問題なく、はい、抜いてくれますし、まあ、キーパーを最悪封印したとして最大火力のキャッチ技使われなかった場合はより確実に抜くことができるというところを考えると非常にやりやすいかなというふうに思いました。それでは実践いってみましょう。はい、まず自分のデッキ紹介しておきます。シューターはイダルゴ君使っていきます。そしてデバフですね。デバフに関しては 25% かけてます。でその代わりバフが 19.5%、まあ、なので数値的には十分入るかなと思います。であとは定期的にハイボールを上げたかったのでデコボコ耐性のハイボーラーというところで、マリオゲーテを置いてます。まあ、あとは中盤に全日本ライジング3 1人ぐらいは入れておきたいですね。そうした場合にブーストがかかってですね、非常にゴリ押しパスしやすくなりますので、まあ、翼くんとかチャンスメーカーもあるので非常におすすめかなと思います。まあ、今回のステージは全日本ライジング3っていうところをまず突破の起点にしますね。でそこから、まあ、ハイボーラーとかがいると非常にやりやすいですけれども、ハイボーラーじゃなくても、まあ、サイドから上げたりとか、まあ、直接そのままイダルゴくんに上げても特に問題はないかなと思いますけれども、まあ、自分的には、まあ、ハイボーラーで確実にめんどくさいことを減らしていった方がいいなというようなイメージではありました。あとはこの辺デコボコにかからなければ翼くんとかだとゴリ押しが全然効いちゃいますので、あとはここからイダルゴくんに向かって上げていくというような流れですね。でこれで確実に高浮きになるのと、デバフがかかっててブロック値1万4000程度なんですよね。でさらに封印もしますので、まあ結構高確率でブロック封印することもありますから、まあ非常にイダルゴくん使いやすいんじゃないかなというふうに思います。あとは属性有利で数値も超えているっていうところで、まあ入るだろうって言ってたら入んなかった。まあこのままゲーテで上げていきましょう。まあ、基本的には問題なく入るかなというふうに思いますので、こんなに今ちょっと弾かれましたけれども、普通にイダルゴ君で打てば入るというような流れかなと思います。はい、入っていきますね。まあ、気合のセービングが選ばれてましたので、おそらくメイン技を封印したというところでしょう。これで1点目。まあ、数値が超えててもたまに弾かれることがあるっていうことを考えると、まあ、やはりまあ、もちろんバフ 40% の中に入れていって、数値がまあ5000ぐらい下回るわけですけれども、それでも全然抜いてはくれてたので入ることは全然入るかなと思うんですが、まあ、より確実に楽にっていうところを考えるとデバフをしっかりかけてあげるっていうのが一番やりやすいのかなというふうには思います。まあ、あとは最近のキーパーを使っておけばですね、よっぽど相手のシュートが入るっていうことはないのかなというような印象でした。なのであんまり気にせずですね、はい、やっていけばいいかなというふうには思います。はい、これは止まっていきますね。まあ、やはり前半で2点ぐらい取れるといいかなというふうな印象ですね。はい、もうこのまま直接イダルゴ君に上げていきます。まあ、なので別にゲーテとかに限らずですね、ハイボーラーとかっていうのを適当に配置しておくと非常にやりやすいんじゃないかなというふうには思います。はい、これで、まあ、2点目というところですかね。まあ、できれば前半で2点取って後半でもう1点取ってハットトリックして終わるというような流れが理想かなと思います。はい、これで2点目ですね。はい、これで前半終了と。まあ、いつもより全然これに関しては、まあ、デッキさえ組めてしまえばというところですかね。条件を満たす形でデッキさえ組めてしまえば、まあ、今までのここ直近2回ぐらいのですね、高難度強襲と比べるとだいぶやりやすいんじゃないかなという印象です。
この難易度のこのばらつきは何なんでしょうね、本当に。まあ、全然こういう風にいろんなキャラ使える系っていうのは、はい、ありがたいはありがたいですけども、まあ、特定キャラクターのみっていう形になっちゃうと、やっぱり持ってないとできないとかっていう話になってくるので、まあ、このぐらいの難易度がちょうどいいんじゃないかなというふうには思うんですけどね。まあ、多分これでも条件を組める、まあ、条件を満たすようなデッキを組めない方に関しては結構苦戦するでしょうし、まあ、そういう条件を揃えれるように育成していくとかっていう話にもなってくるかなと思いますので、まあ、今回の条件であればいろんなパターンで、はい、組むっていう可能性が出てきますから、あとは相手の全力が切れるタイミングぐらいでイダルゴくんにパスを出していきたいなと。はい、ちょうど切れましたね。やはり翼くんとかと一緒に併用すると非常にやりやすいですね。はい、銀クリも乗りましたけど、まあよっぽど入るかなと思います。銀クリが乗らなくても全然入ってくかなと思いますので、はい、これでハットトリックという感じですね。でもうハットトリック取れば、まあおそらくポイント的には問題ないかなと思いますので、もうこっからはオートですね。で、全然決められることもないと思いますので。はい、というわけで試合終了。まあこれはもうよっぽど問題ないでしょう。いやー、久しぶりになんかすごい気楽な感じで自分としてはクリアすることができました。さあ見ていきましょう。まあ特に問題ないと思いますけれども、ぐる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 ぐっちゃーんということで、はい、行くことができましたね。まあハットトリックすればよっぽどは、そして245に上がっていく。はい、ありがとうございます。というところで、まあ、今回、まあ、このような感じのやり方でクリアすることができます。はい、ぜひお試しください。まあ、そのような条件、あとはこのようなキャラクターではどうですかとか、まあ、その辺もろもろ質問とかございましたら、コメントに書き込んでいただければなというふうに思います。いつもご視聴ありがとうございます。お役に立ちましたら、ぜひ高評価よろしくお願いいたします。それではまた。